山下達郎でウィンディーレディーでした。すんげーでしょこれ、もう踊らずにはいられないみたいな、そんな感じでしたかね、はい、さてさてドツマンズショーは今回これくらいにしておこうかなと。まあね、なんだそれって話ですよ。はい、次回あたりからもうちょっとなんかこうテーマ性を持ってやれたらなと思うんですよね。まあできたらってことで無理はせずまあいつも通りやろうかなと思いますしね。でゲストをね出したいんですけど、まだ僕の方の準備ができてないっていうのもありましてね。出したい、手詰まり感があるから出したい、はい。なんだそれって。まあね、はいはい、ちょっとねこうドッツマンの動きとかもね、あの変えようかなとも思ったり、こうちょっとあのドッツマンの服が見づらいとかいうのもあるので、それの辺もちょっと改善しようかなと思ったりしてはいるんですが、なんせですねいろいろやることがいっぱいありまして、もうそうもいかないんですよね。もうちょっと待ってください、はい。徐々に頑張りますんで、もう逃げずに毎週見に来てください。よろしくお願いします、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい。もう必死ですよ、本当必死ですよ、もう誰も来てくんないからさ、ずっと一人で喋ってるのもね、一人で喋るのが好きな人みたいになってますから、ね、はい。YouTube に上げてるにもかかわらずですよ、かかわらず一人で喋るのが好きな人ですよ、最低ですよね。まあいいや、はい、ではでは、今週のドッツマンズショーはこれくらいにしまして、また来週皆さんが聞いてくれることを待ってます。それではドッツマンズショーでした。バイバイ。